発電機は回らない、治療も終わらないっていうね、最悪の状態になります。はい、皆さんこんばんは、アルマです。本日は動画でわかる DVD 講座、生存者応用編をやっていきたいと思います。前回基礎編をご覧になってない方は、ぜひ基礎編をご覧になってから見ていただくようお願いいたします。じゃあ早速やっていきましょう。目次ですけれども、第1章チェイス、第2章目くらまし、第3章キラー別対策、第4章パーク別対策、第5章豆知識となっております。まず第1章チェイス、キラーの視野角は87度です。かなり狭いよね。ちょっと横にずれるだけで見えなくなりますね。キラーの視野角87度で、血の渇望、これ皆さん知ってます？血の渇望、ティア1、ティア2、ティア3ありますけど、ちょっとね、アップデで変わったんですよね。0.2 メートル毎秒ずつ、最大3段階まで増えます。で、これが、つい最近のアップデで、15秒、25秒、35秒ごとに、0.2 メートル毎秒ずつ速くなる。最大3段階。なので、まあ、35秒チェイスすると、4.6 速だと 5.2 メートル毎秒。なので、まあ、まず、逃げられない。血の渇望溜まってる状態。35秒チェイスしたら、まあ、逃げられないと思ってください。なんで、血の渇望を切るっていうことが必要になってきます。で、血の渇望が途切れる条件っていうのが、皆さんもご存知の通りあります。切れる条件。キラーが特殊能力使う。板でキラーが板を割る。サバイバーが板倒してキラーがひるむ。それから、まあ何らかライトとか、まあ何らかの方法でひるむと。まあこれが、血の渇望が切れる条件になっています。はい。なので、まあ15秒ごとに特殊能力を使わせたり、板を使ったりですね、して血の渇望を溜めさせないようにするのがロングチェイスのコツの一つとも、言えると。いうことです。次行きましょう。第2章目くらまし、主にライトとスタグレ、イベントの爆竹ですかね。でですね、これのまあコツとしましては、視点移動で合わせないことですね。必ず体の移動で合わせると。で、男性キャラはまあ若干身長高いので、自分の首とキラーの頭を合わせて照射。女性キャラは、これは簡単。もう分かりやすい。自分の頭とキラーの頭を重ねて照射。で、この距離感についてはですね、倒れた板を飛び越えてから使うと距離感がつかみやすいです。なので、ライト練習する方は、板を飛び越えて、その向こう側にいるキラーにライトを当てようとすると、非常に距離感つかみやすいと思います。これ実際本番でも、板割りの時に、ライト当てる方多いと思うんですけども、まあ距離感つかみやすいっていうのも一つあります。まあ当然、キラーが硬直してるっていうのもあるんですけど、板飛び越えて使うと、から使うと距離感つかみやすいです。あとですね、タイミングですね。タイミングはモーション終わりに発動するように使ってください。まあ発動っていうのかな？目くらまし成功すると光が広がると思うんですけど、それがキラーのモーション終わりにそれが来るように照射してください。タイミングはそれです。だからまあよいしょってこう担ぐ、それで覚えてもいいんですけど、まあモーション終わりに発動するように照射を開始するっていう覚え方の方がまあ分かりやすいかなというところですね。はい。で、最後スタグレの当て方ですね。まあスタグレなかなか時間差があるので、基本的には、ライトのと同じくですね、モーション終わりに発動するように、やっていく必要があります。そのためですね、スタグレの当て方の基本としては、板壊してる時だから、キラーが板の反対側にいて自分が板越えて逃げる時にスタグレ置いていくと入ります。はい。それかまあ自分がなんかフック折りとか、誰かを治療してる時とか、まあそういう時に止まってる状態でキラーから一発殴られた時、
その時に落としていくと入ります。なぜかというとギラーが攻撃して硬直時間があるので、その間にスタグレが発動すると。まあとにかくタイミングとしてはモーション終わりに発動するようにするっていうことがめくらましについては大事です。次行きましょう。第3章キラー別対策ということで、これね本当もう殴り書きのように箇条書きで書いてしまってるんですが、一つ目、しゃがんだら食らわないもの、ハグと三角ってありますけれども、ハグの罠と三角様の有刺鉄線ですね。これはしゃがんだら食らいません。皆さんご存知かと思いますが、しゃがんだら食らいませんので、もし釣られてる人の周りにハグの罠だったり三角様の有刺鉄線が置かれたらしゃがんで通り抜けましょう。次も当たり前なんですが、フェイズウォークは歩けばいいと。フェイズウォークっていうのは赤い足跡しか見えなくなる代わりに早く動ける山岡凛の能力ですので、フェイズウォーク中は歩いて逃げましょう。立ち目目は最悪ロッカー、これはですねシェイプですね。シェイプ使ったことない人はどういう風に発動してんだろうって知らないと思うんですけど、これ使った人はわかるよね。立ち目目の発動させる方法ね、あの近くに寄ってメメントみたいな感じなんですよね。なのでまあ長押しになるんで、最悪ロッカーに入る時間があります。もうギリギリの場合は。なんでロッカーに入れば必ず立ち目目じゃなくて、釣られる形になって、煮釣りまで時間を稼げますので、立ち目目シェイプが来たら最悪ロッカーに入るようにしましょう。まあ誰かが立ち目目する、されるまで立ち目目って分かんないんですけどね。はい、次ですね、ドクターは上手い人には前倒し、あとドクターは渇望切れると。これはですね、ドクターは特殊能力、あの電流を当てると板が倒せないっていう、電流はですね2秒妨害なんですよ。でね、これね微妙なんだけど悲鳴からなんだよね。これあんまりタイミング把握してない方いらっしゃると思うんですけど、ドクターはですね電流ブーンって当てると、キャーとか叫ぶと思うんですけど、そのキャーから2秒妨害されます。でドクターですね、上手い人はもう前倒ししていきましょう。板をどんどん、なかなか板倒せずに、そのまま切られるっていうことが多くなると思うんで、上手い人にはもう板を倒しちゃうと。2秒妨害入って板倒せなくなりますんで。でドクターはですね、先ほど知の渇望の条件、キラーの特殊能力がありましたね、切れる条件に、それでドクターは渇望切れやすいんで、まあ、そこがですねドクターがチェイスが弱いって言われるゆえんなんですけど、ドクターは渇望切りがちっていうことですね。さっき言った最初の15秒、後半10秒ずつを把握しながら逃げていくと、時間を稼げると思います。次、負傷罠は負傷している人なら解除しても負傷しない。こちらトラッパーですね。トラッパーでアドオンで血まみれのコイルつけてきた場合はですね、負傷している人なら解除しても負傷しないので、ダウンしちゃうことないので、負傷している人が危険な場所にある罠は解除していきましょう。たまに超熟練者の方だと負傷したタイミングでトラッパーの後を追いながらひたすら負傷罠を解除する係みたいなのね、いうパターンもありますね。次、レイスは透明火事は全身目くらましが効くと。これは知ってる人多いですよね。はい、で次、意外と知られていないんですけど、三角様は三角部分すべてに目くらましが効きます。なので、他のキラーよりもライトは当てやすいです。レイス、その上のレイスについてはね、もうスタグレがあるとほんと最悪。うん、透明火事にね、発電機から逃げるときにちょっと強引に発電機回しながらスタグレ投げるともう姿現しますからね。はい、最後、ハントレスの斧はマルホン、トリスタのナイフはマルホン。そうですね、ハントレスは5本、トリクスター44本ですね。でちなみにまあ、ハントレスは手斧1本で負傷するっていうのを分かりやすいんですけど、
トリスタのナイフは何本で負傷するでしょうか。連続で食らった場合。6本当たると、負傷と。はい。まあなんで、これは覚えておくとね、例えば出刃のタイミングとか、まあアドオンつけたらね、ちょっと変わっちゃうんで、なんとも言えないですけど、まあそういう時に、この知識があると、少し変わってくるかなと思います。はい。ということで、第3章、キラー別対策。あ、1個飛ばしたね。これ。リージョン戦はプレイグ戦と思え。まあちょっとタナと弱体化入ったんで、そこまでではないんですけど、リージョン戦であまり治療を優先してると全滅してしまうことが多いので、もうプレイグ戦だと思って、リージョン戦はやった方がより脱出率高まると思います。セルケアのかかる時間っていうのは前回の基礎編でご紹介したと思うんですけれども、非常にアップデート以降時間かかるようになってますので、リージョン戦もプレイグ戦と思って戦いましょう。はい、次行きましょう。第4章、パーク別対策。1つ目、共鳴する苦痛対策。2つ目、イラプ対策。3つ目、玩具ペンティ対策。ということで、現在の仕様だと、1つ目、共鳴する苦痛。こちらですね、発電機の通知はなくなってたんですが、回している人の叫び声は上がるようになりました。強引に言ってもそんな差ないかもしれないけど、叫びで一バレしないように手を離しましょう。テレビ画面でやってるキラーの人なら、まあ叫んでも一バレしないですけど、ヘッドホンでやっている、さらにはイコライザーでサバイバーの声を強調している、足跡を強調している、そんな人もいますので、叫びで一バレしないように手離した方が安全ではないかなというふうに思います。次、イラプ対策。まあこれ当然とも言えるんですが、イラプションの時間改めておさらいしましょう。はい、25秒です。イラプションはですね、修理中だと誰かダウンした時に25秒妨害が入っちゃう。もう何もできなくなっちゃうんで、誰かがダウンする瞬間に手を離す。まあ、当たり前のことしかちょっと言ってないんですけど。改めてね、こうやって字面で読むとね、あ、25秒なんだってね、こう、頭に入ると思うんで、あえて、もう分かりきった内容もやっております。次、玩具ペンティ対策。これはですね、玩具がセノバイトのパーク、ペンティがアーティストのパークですね。で、この二つ、一緒に使われることが、多いです。なぜかというと、玩具が発動すると呪いのトーテム壊すまで心音が聞こえなくなるので、サバイバーはどうしても玩具のトーテムを壊したくなる。そこにペンティメントを立てられて発電機が回らないと。ペンティメントの効果どんだけ強いかっていうね、まあ5つ立てられることはまずないんで、2つだけご紹介すると、ペンティメントで、復活のトーテム1つ立てられると修理速度が 30% 低下します。30% です。タナトで4人負傷しても 20%。大雷で 18% でしょ？マックス。それよりも、トーテム一つ立てるだけで修理速度が 30% 低下します。二つ立てられると治療速度も 30% 低下します。これね、プレイ経験の少ないサバイバーですと、セルボタ積んでる人、もしくはセルケア単体で来てる人、発電機は回らない、治療も終わらないっていうね、最悪の状態になります。はい。なので、非常にね、ペンティメントって強力なんですよ。なので、対策としましては、玩具のトーテムは壊さないと。で、無視音はよく見ることでカバー。ね、周りをよく見ることで、心音が聞こえないことはカバーしてください。で、玩具ペンティのパターンの時って、で、遅延パークを入れなかったり、入れてもデッドロック一つとかだと思うんですよ。玩具ペンティさらに遅延二つっていうのはあんまりないんで、それだけね、発電機回りやすくなりますんで、もう無心音我慢して、もうくるくる周りをよく見てカバーするということですね。パーク別対策、共鳴する靴、叫びで一バレしないように手離しましょう。イラップ対策、誰かダウンしそうになったら手離しましょう。玩具ペンティ対策、もう玩具、自分が釣られてね、玩具のトーテムできちゃったら、もう壊さないで、もう虫読んで
1試合切り抜けましょうと、そういうことになっております。で、今回このサバイバー講座応用編ですので、まだあまりプレイ経験がない方はそこまで考えてやる必要はないです。で、自分もそれに対して非難したりとかっていうことは一切ないです。自分も始めた頃はもう何が何だか分かんなくて、いわゆる利的行為とかねよく言われたもんですよ。はい。ゴミのようなチェイスだとかね、お前のやってることは利的行為だとかね、まあ過去のショート動画にいろいろ上がってますけど、まあそこまで、今日の内容については初心者の方は気にしないでください。あくまである程度熟練の方向けにやってます。はい。まあ知識のおさらいがほとんどですけど、はい、まあケースバイケースで壊すのも全然ありだと思いますんで、まあ一つの対策としてね、選択肢として、頭に入れておいていただければと思います。次、第5章、豆知識。第5章はまあ脱足のようなもんなんですが、豆知識ちょっとご紹介したいと思います。ゲート戦のゲートの開け方、まあ最後の一人になってハッチを閉められてしまった時ですね、このゲートの開け方ですけれども、ゲートを開けようとすると下の方にゲートを開けるっていう文字があると思うんですけど、それをゲートのゲーまでにゲージを止めると、一回ゲートのレバー引いたら表示されてるゲートっていう文字のゲーっていう伸ばす棒まででレバーを下げるのをやめると。で、キラーが見に来るので、それでキラーが見に来たのを一回やり過ごしてから一気に開ける。そのことでゲーの分だけ時間を短くゲートが開けられるので脱出確率が高まると。ランプがつかないからですね。はい。キラーはですね、ゲートの赤いランプを見て、こいつゲート触りに来てるな、来てないなっていうのを判断しますんで、そういうことですね。はい。次、ゲート戦では一回ロッカーで通知を出す。これはね、ちょっと、これはね、ほんと、なんつうの、もう、やばい時だけにしてください。煽りと思う人もいるかもしれません。はい。一回ロッカーで通知出すと、あ、そこにいるんだなっていうのが、思うんで、安全な位置で一回ロッカーに、これ絶対見つかるなっていう時はもう一回ロッカー通知出しちゃって、それで隠れながらゲートに向かってください。あんまりバンバンやると煽りになっちゃうんではい。まあそういうね、頭を使ったプレイも必要ですよと。もうね、初心者マークが取れた方はまあそういった知恵も使っていくっていうことですね。はい。次がボタン配置を見直すと驚くほどスキルチェックが楽になる。これはですね、コントローラーでやってる方ですね。パッドでやってる方。これね、スキルチェックが LR とかだと思うんですけど、これね、前の方のボタンにすると、プレステだったら四角丸、三角×、スイッチだったら XY、AB とかにボタン、スキルチェックのボタン変えると、びっくりするほど楽になりますので、騙されたと思って試してみてください。はい。まあ、ボタン配置。あとですね、もがいてる時に、どうだろうな。もしかしたら、何か、その、やってる人の環境によってはですね、もがきが LR になってる場合あるんですよ。L と R。左にもがく、右にもがくみたいな感じで、L ボタン、L ボタン一つじゃなくて、LR っていう表示が出てる場合もあるんですよ。人によっては。なんかの表紙に変えちゃったのかわかんないですけど、そういう人はですね、もがきボタンは一つにしてください。そうすることによって右も左もこうもがきって実は左右あって、それが順番にまあブンブンブンってこう順番に来るんでわかると思うんですけど、それを一つのボタンでできますんで、右も左も。はい。そういったことボタン配置見直してみてください。次、緑マッププラスケージの直感は強い。ウルレアマップを使わなくて済む。これですね、緑マップあんまり使わずに、すごい溜め込んでる人いると思うんですけど、緑マップね、非常に強いんですよ。っていうのは一度映したものを記録できるで、緑マップ。なので、ケージの直感で一度オーラが映れば、どんなに離れてるところからでも、そのオーラ、マップを使えば見ることができます。なので、まあ、恵みですね。恵みのトーテムのパークを積んでたりですね。それから、
まあ発電機の生成位置があまり分かんなくてよく迷っているっていう人はですね、この緑マップケージの直感入れるとですね、トーテムと発電機の位置はその試合もう絶対に迷わなくなります。でウルレアマップだとちょっと、コスパが悪いんですけど、緑マップはね、結構ブラッドウェブにも出てくると思いますんで使っていくと強いと思います。はい、続きまして熟練者向けおすすめパーク、こちらがですねあくまで個人的なおすすめですけれども、血族苦肉の策デッハ癒しと。で、血族、まあこれは他の人見えるようになりますんでね、キラも見えるようになるんで、まあ初心者も救助しやすくなると。で苦肉の策、これフックに釣られてる人とか負傷してる人がいると苦肉の策を入れてる人がそれが速くなるっていうパークですけれども、これ何が強いかっていうと、普段だったら釣り交換になっちゃうタイミングでもデッハが間に合う確率がかなり上がります。なのでこれのおかげで2人とも助かっちゃうっていうパターンが出てきます、苦肉の策入れてると。はい、でまあ苦肉の策を生かすためにも、次のデッハですね、まあデッハは間違いなく2パンが3パンになる、決まれば非常に効果の大きいチャンスパークですので、こちらをおすすめすると。で、癒しですね。で、癒しはセルボータと同等の回復が1パークで済むっていうことなんですけど、治療速度が 50% 上昇ですね。だから、植物学が 50% アップか。だから植物学と一緒なんだね。通常の 50% で回復できると。どういうことかっていうと、通常って何を言ってるかっていうと、16秒1回復が通常なんです。それの半分の効果、つまり32秒なんですよ。でセルボタ、何秒かっていうと、前回の配信で言ったんですけど 30.5 秒ということで、癒しはですね、セルボタ 30.5 秒と同等の回復が1パークで済みます。それはどれくらいかっていうと32秒で回復できます。で16秒で1回復が通常なんですね、あのデッドバイデイライトって。でそれの半分の効果ですねっていう意味ですね、32秒っていうのは。だからね、今思うとね 100% ってすごいよね。あのさ、めぐみ実装された当時のさ 100% ってすごいよね。めぐみの回復スピード 100% だった時期あるじゃん、実装当初の。あの時すごいね、16秒で回復できちゃってたんだもんね、すごいよ。鬼だよね。で 75% の時期もあったよね、めぐみね。でだん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 ナーフされて、50% まで来たっていうことですね。はい、半分っていうと分かりにくいね、 50% の効果ね。いやー、まあナーフされて、うん、よかったと思いますよ。はい、そういうことですね。なんで熟練者の方は血族苦肉の策で歯癒しがおすすめです。はい、次、初心者向けおすすめパーク、セルケア植物学フレッコオポチュニティということで、何もなくても自己治療できる、植物学自分と他人の治療を早められる、治療 50% アイテム 20% 低下か。初心者の方は何があっても回さないんですよ。何があっても回さないんですよっていうの言い過ぎなんだけど、共感と絆あろうが隠れてるのが初心者なんです。これ、初心者の人ディスってるわけじゃないよ。もう、やっぱね、恐怖心を克服できないうちは、そうなっちゃってしょうがないんです。もう、そうなるのが当たり前なんです。なので、せめて、もう、ダウンしなければいいということですね。はい。生きててくれればいいということです。はい。ということで、自分はですね、セルケア植物学、まあちょっとこれ賛否両論あるか、あのセルケア、セルボタが初心者向けっていうのは、それから、オフレコ、足跡は出るんか、間違ってたね、我慢切れても声とオーラがバレないね、ということで、まあ当然ですね、オフレコ、我慢切れても声とオーラが消える。それからオポチュニティですね、これ板と窓使いやすくなるので、板と窓を使いやすくなるので、チェイスが長くなると
いうことで、この4つを初心者向けのおすすめパークにしております。なので慣れないうちはですね、このパークで、いいのかと思います。ただこれを見ているあなたがもし熟練者だとしたら、上のパークで全員脱出の率を高めると、自分だけじゃなくてね、周りの仲間の脱出率も高める動きをしてみてはいかがでしょうか、ということですね。はい、今日の動画でわかる DVD 講座サバイバー応用編以上となります。ぜひね、参考になりましたらチャンネル登録お願いいたします。はい、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。これで DVD 講座終わります。失礼します。